県がアミコビル園の移転を進めていた徳島県青少年センター徳銀ともにプラザ、9月17日にグランドオープンし、セレモニーが行われました。施設は先行オープンしていた屋上スポーツコートに加え、新たに9階フロアを整備。総面積はおよそ2604平方メートルです。青少年の活動拠点として若い世代が気軽に集い、快適に過ごせる機能が集約されています。開放的で自由に過ごすことができるシェアリビング、キッチンスタジオが配置され、料理教室などのイベントにも対応できます。クッション性のある床と遮音性に優れた音楽・ダンススタジオは、踊りやヨガのレッスンにも最適です。こちらが全国初となる都道府県設置のデジタルスタジオ。e スポーツを体験できるゲーミング PC が10台設置されています。この日の記念イベントでは、飯泉知事や阿南高専の生徒らが車を操縦してボールを運ぶロケットリーグというゲームでオーストラリアの高校生とオンライン対戦しました。県は今後パブリックビューイングなどのイベントも開催する予定で、県内の利用者を増やし、駅前のにぎわいづくりにつなげたい考えです。